今回はバイオリンの西村真由さん、チェロの大木沙羅さん、そしてピアノの鈴木美代さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。はい、お願いいたします。これからね、お三人で演奏に向かわれるんですけれども、その演奏に向かう前のお気持ちを、お一人ずつ聞かせていただいてもいいですか。まずじゃあ西村さんから。緊張はしているんですけど、いつも仲のいい3人なので、楽しく弾けたらいいなと思います。ありがとうございます。じゃあ大木さん、お願いします。ソロとは違って、みんなでできるっていうのがトリオのいいところだと思うので、楽しくとにかく弾きたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、鈴木さんもお願いします。一人のところとか前奏のところとかを強くに注意して弾きたいと思います。ありがとうございます。今回ね、このモンティのチャルダーシュっていうと結構そのバイオリンのね、もともと名曲だと思うんですけれども、これをこうトリオでやろうっていうふうにお選びになったその理由を聞かせていただいていいですか。情熱的なところと鋭いところがあってかっこいいなと思ったからです。いいですよね。じゃあ大木さんにも伺おうかな。何かこの曲でこう気をつけていることとか、こういうところ聞いてほしいっていうようなところがあったら教えてください。それぞれのかっこいいところとかがちゃんと役割があって順番に出てて、ピアノだったら最初のかっこいいところ、バイオリンはメロディーで、チェロは下を支えててみたいなところを注意してお客さんに伝えられたらなって思います。こう役割がね、あるっていうのがいいですよね。じゃあ最後に鈴木さんにも聞こう。3人がね、とても仲良し。これトリオの名前というのは？は決めたのはサラです、うん、なんていう名前なんですか？三つ葉トリオです。三つ葉トリオ、3人だからと。じゃあ子供だから。なるほど。パパ、大人になったら名前変えるのかな。大人まで続けますかね。続けてください。鈴木さん、これね、この3人すごい仲がいいっていうことを伺ったんだけど、なんかこう仲良しのエピソードとかなんかあります？カラオケ行くと全員同じような曲歌うとか、全員知ってる曲歌うとか。好みが一緒ってこと？そう。なるほどね。じゃあその好きないい趣味で揃ってるところをいい演奏で表現してもらいたいなっていうふうに思います。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。Thank you.